来ました福岡。いますね。いつも言われますよ僕。福岡来たら瀬戸くんが出迎えてくれると。ありがとう。頑張ってます。行きましょうか。博多祇園山笠の出汁ですね。僕も山笠参加してたんですごい懐かしいですね。でかいな。いや福岡最高です。私も中学校の時から絵描かれてました。絵描いてたけどこんな感じで絵を描いてない。クオリティが出展するとこも特に稲中の公開の作品こちらになります。すごいですね。センスありすぎじゃない？はい。切り絵と。すげえ。あれの時もあったらな。すごくね。みんな。すごいね。芸術。センス。センスかまわしい、やっぱりめっちゃいいじゃん。なんかなんか公民館に昔使ってた農具みたいなのが前飾ってあったし、うん、あこれ稲月ですね。みんなすごいですね。僕たちは感性が今年、2022年ですねの3月に母校のサプライズ卒業式に行かせていただいて、それぶりなんだ。
そんなに経ってないけど、まあ、この辺は全然来てないから懐かしさ感じますね。でもこの美術館はね、うん、初めて来ましたね。浜市のいいところ。浜市のいいところ。まあのどかだっていうところと美術部の方たちが作った作品を見たけど、その子供たちは結構そういう芸術というかね、そういうのになんていうんですか、盛んに取り組んでるんだなっていうのは感じましたね。はい、カットしましょう。ありがとうございます。素晴らしいアドリブが来た。アドリブあるんですか。いやでも表情がやっぱりアドリブナチュラルで。はい、OK いただきました。はい、次36。はい。はい、カット。はい、カットでーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ上手でした。ありがとうございました。最後で劇団作ろう。本当やってほしい。ありがとうございます。ありがとうございました。こちら側で皆さん見るような一枚出しますね。このままです。はい、もうねキラキラ感が増しました。大変です。これはキラキラが、はい、出て増しました。もう爽やかさがやばいやばいやばい。いや多分古いんじゃないかな。これ昔からある気がする。これ昔からいる子ですか。しかもお姉ちゃんだったんだこれ。絵にあるんだ。絵になってる。思い出の通学路はどうですか。そうですね、なんか小中はここ通ってたんですよね。その時よりすごくね、なんか狭く、すごいちっちゃく感じますね。なるほど。当時自分もちっちゃかったからすごく大きく感じてたんだろうなと思います。でも全然変わんないですね、本当に。帰り道どっか寄ってたりしたんですか。帰り道、この方向が帰り道。そう、こっちが帰り道。うん、だからここに、この今庁舎が立ってるところがグラウンドだったの、サッカーが、うん、で、ここに体育館もあってスポーツプラザってのがあって、うん、そこでサッカーしたりはしてたかな。はい、これ OK です。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お疲れ様でした。お疲れでした。すみません、わざわざ。いや結構ハードだね。だいぶハードでした。もうこの汗をね、見てもらえば。何人がかりで上げてもらったかっていうか。8人ぐらい。そう、で、あと上揺れるんですよ。ね。で、ずっと結構長い時間ぶら下がってたから、今気持ち悪いもん。でもなんか、こっちモニターで見てたんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。本当に、はい、いや。本当にゴリケンって出してくんないと地元の人って思われてる。地元からがすごいなと思って。大丈夫かな。いや、それはもう馴染んでるってことはいいんじゃないですか。そうですか。久しぶりにお会いして、こっちはよく見てるんですよ、瀬戸くんは。あ、本当ですか。いろんな CM とか、あと空港降りてきたら瀬戸くんがおるけ、そうだ、ありがとうございます。一発ご挨拶させてもらって。うちの娘が大ファンで、いや、本当大好きなんですよ。なんか東京にいた時からね、うん、ゴリケンさん、だから僕、そうよ、入ったとこから知ってますもんね。一番最初に僕らが出てるお芝居のチラシを配ってくれたのが佐藤君で、もぎりもしてました、ね、うん、でどんどん追い抜いてかれたね。いやいや、そんなことない。いや、立派になられてて、本当にそういう、本当にね、また
渡辺エンターテインメントのね光ですよ。いやそうお願いしますよ。なんかあったら いつも斜め後ろにゴリケンがいますから。よろしくお願いします。いや福岡で仕事したいですもん。ぜひぜひ本当にその時はぜひぜひよ。よろしくお願いします。頼むよ本当に。よろしくお願いします。今回この話をこういうプロジェクトを聞いた時は、はい、ゴリケンさんなんか感想というか、いや、まあ、いや僕出れて本当にいいのかなと思ったんですよ。本当瀬戸君のね、瀬戸君の邪魔にならないようにと思って、本当にやっぱもう誇りじゃないですか、かましのね、そう言って邪魔にならんように本当地元感を出していったので、ゴリケンの方はちょっと消してます。あえて嬉しかった。でも本当に盛り上げていきたいんでね、うん、福岡自体も我々盛り上げていきたいんで、ね、いや本当ぜひ瀬戸君もね来てもらって、本当なんかね、かましでなんかできたらいいなって。いや本当そうですね。さっきもあの市役所の方と話してて、歴史のライブやろうかみたいな話ももう下で詰めてます。あ、もうすでに、はい、あの名刺交換もした。もう早い仕事が。ライブ交換しましたんで。すごいですね。かましで歴史ライブをやろうとも話したんで。すごいな。それはもう段取りは。早い。段取りなんで。はい。ではもうこれからも長い付き合いになりそうです。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。撮影どうでしたか。いや、なんか3日間あっという間でしたね。すごい楽しかったですけど、うん、なんかもうちょっと満喫したいなーっていうのはありましたけど、でもなんかこうやって多摩市に実際来ることで、なんかこうこれからどうしていこうみたいなアイデアが浮かんできたような気がします。笑顔が素敵だった。